この間そのネットワーク上でこっちのパソコンからもう一台に指示を送ってるんで、それ Wi-Fi 経由でやったんだけど、本当は LAN ケーブルでつながってた方がいいっぽくて、そこで時差が起きてるからなのか、まあその辺検証をしたいなと思ってます。 LAN ケーブルってさ、こっちはもうそのポートがついてるんだけど、 MacBook Air はついてないんだよな。あ、あるね。はい、お疲れ様です。今日は8月12日です。はい、今日はね、午前中これからもう間もなく生徒さんが来て、レッスン1個やってでもう終わりなんで、時間結構あります。ただ今夜アップの動画が終わってないんで、まずはそれを急いでやります。今日はね結構涼しいです。でも部屋今ねキンキンに冷ましてます。セツさんがねこうね自転車とかで来るわけじゃない、そしたら暑いから。絶対編集はねある程度終わってるんだけどな。まあでもあと1時間はかかるだろうねこれで。今日は明日の Vlog も編集この後やるんで、もうプロ棋士作っておきましょうね。で、ここ最近やってるエイブルトンの検証もね今日はやろうかなと思ってます。前回ある程度自分がやりたいなと思ってたことの原型はできて、あ、いけそうだなって感じなんですけど、ちょっと微調整が必要だったんだよね。できた。これ1台だとできなかったんだけど、こっちでもエイブルトンを動かして、ネットワーク上でこいつらをつないで、こっちで、指示を送り、それをMIDI の信号としてこっちが受信することで、シーン切り替えを自動でするっていうのができました。で、それが、エイブルトン内での微調整なのか、こっちのパソコンからもう一台に指示を送ってるんで、それ Wi-Fi 経由でやったんだけど、本当は LAN ケーブルで繋がってた方がいいっぽくて、そこで時差が起きてるからなのか、まあその辺検証をしたいなと思ってます。あ、あるね。サンダーボルトとイーサネットのやつあります。これで、なんで持ってんだ俺。買ったんだっけな、なんか開けてない、しかも、あーでもケーブルがない。あー、はい、こちらですね。これを MacBook Air につないで、LAN ケーブルを買ってきてこれと直接つなぐっていうので、多分もし遅延が原因であればね、これで解決すると思います。何持ってんじゃん、すごいね。じゃあ LAN ケーブル買いに行った方がいいかな。天気、あーちょっと雨も予報では出てるか。夕方雨、なるほど。池袋行くとしたら早い段階で行った方がいい。まあ100均でもLANケーブル売ってると思うけどね。どうなんだろう、100均のLANケーブルって。100均のLANケーブルはキャット6、あ、はい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 、はい、レッスンが終わりまして、一応今日のレッスン終了です。はい、じゃあ、今夜の Vlog 作っていきましょう。これを終わらせないことには他できない。で、書き出しのエラーがありましたんで、今書き直ししてアップし直したところです。で、チェック続きやっていきます。まあ多分もう大丈夫だと思う。まあ日にちは間違ってたね。はい、一筆入れます。途中ね、
眠くなって仮眠を取りました。なんかね、雲行きがちょっと怪しくなってきた。池袋に何ケーブル買いに行こうかななんてちょっと思ってるんですよね。なんかさっき調べてたんだけど、レッスンの前に一瞬100均のやつってやっぱりね、そんなに早くないらしい。結構でかいなんかデータを送ったりとか受信するみたいなさ、そういう時は結構固まっちゃったりとか、そういうのも症状としてあるみたいで、さっきのキャット6みたいなやつ、あれが、5とか、なんか低いとそういうのがなんか起きるみたいで、なるべくその数字がでかい方がいいと書いてあったから、キャット7とかそういうやつがいいみたいです。で、まあ、MIDI の信号を送ってるだけなんで、なんか転送してるわけじゃないから、やり取りってそんなに早くなくても大丈夫だと思うんだけど、なんとなくね、こういう遅延ってさ、なんだろう、レイテンシーってこう、まあ音楽業界ではよく言われますけど、遅延ってね、かなり致命的なんですよね、その音楽の上では。なので Bluetooth のイヤホンとか、そういうのは一切役に立ちません。聞いてるだけだったらいいんだけど、何かをモニターするってなったら Bluetooth はもう遅れちゃってて使えないんで、そういうこと考えると、やはりできることはやっとくっていう意味で、手に入る一番早いやつを買っといた方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、そもそも原因がそこにあるっていうのも分かんないんだけど、どっちにしろ使うんだからね、LANケーブルは。よし、書き出し、そしたらチェックして、で、明日のやつをやる前にもうちょっと買い物行こうかな。今日そんなに暑くないから。天気、夕方4時から雨の予報です。1ミリ、まさに今だね、行くとしたら。動画の書き出しのチェックもしてきまして、とりあえず出発です。これは立教通りですね。池袋に行くんだったらこの道が一番早い。ちょっと早歩きで行こう、雨の予報だからね。暑い、結局。Look at me. I was helpless as a kid. お腹空いた。お昼ご飯食べてないから、バーガーキング行っちゃおうかな。I get misty. Just holding.やばい、ちょっと雨降ってきた。やばい、一気に来ました。傘持ってきてよかった。思ってたより早く降り出したね。とりあえずバーガーキングで遅めのお昼ご飯、そして雨宿りしましょうかね。デラックスチキンワッパーセットです。でかいです。ブラックリスト最近また見始めてます。シーズン7。
かりました、買ってきました。1メーターとりあえず520円。はい、戻ってきました。結局すごい汗かいたんでシャワー浴びてもう終了モードみたいになってますが、あ、買ってきました。はい、これ、はい、LANケーブル、1メーターそんなに長くないですね。まあ実際こことここでつなぐだけだから、はい、これ後でやろうと思いますが、その前に明日の Vlog の編集を先にやろうと思います。思いのほか結構撮ってるな、これ。あ、こちら、はい、男梅サワーです。うまい。あとはひたすら薄めていくスタイルで。話ですよ。こっちがただその副反応っていうのはあるけど、それはこっちの体がやっぱり起こしてることなんで、人間の体がそもそも持ってるこう細胞がなんか予行練習みたいな。はい、一筆書きます。明日のやつ終わったよ。8時45分、スタートしたのはね6時半ぐらいだったから、2時間ぐらいかな。はい、では書き出します。ちょっとワクチンについてなんか喋ってる回みたいになっちゃったんですけど、大丈夫かな。いろんなところからなんか低評価みたいな、大丈夫かな。個人的には打ちたいなと思ってるんですけどね、いろんな人がいますから。まだ打ててないし、23日予定ですね、あの予約開始がね、練馬区。よし、男梅これいいね、美味しい。まあもうなくなっちゃったんで、これやるんですけど、まあ書き出しもあるし、男梅買いに行くか。男梅いいよ。だいぶ涼しいですね。なんか今日北海道ではなんかもうむしろ寒いみたいな日だったみたいで、ところどころなんか異常気象みたいですね今日。できるよね、大丈夫だよね。暗くて見えなかったかもしれないけど、人がいたんですよ。何の話したっけ。あ、今日異常気象ですよねって話です。そうです、はい、釧路かな、わかんない、適当なこと言ったらあれだけど、なんか2度とかそんな感じだったらしいんだけど、でその前の日とかは普通に30度とかあったみたいで、急にみたいな、すごいね。